スペイン史が同情、あのオフサイド派疑問。スペイン史、エルコンフィデンシャル派試合の分岐点となった細谷のゴール取り消しを、疑問派残るが、テクノロジーを信じる他ないとし、スペイン派この五輪で最高のパフォーマンスを見せたとスペイン代表の戦いぶりを称えていた。スペインの選手たちですら、ああやられたって顔してたからな、わら。スペインの選手が誰も抗議に行かないくらい完璧なゴールだったからな、あれはもううんふんでしかない。最後にディフェンスがいてオフサイド？背負いオフサイドとか史上初だろな。欧州のチームであのオフサイド取られてるの見たことないわ。得点取り消しの際に一切 VTR 確認しないで決めたのなんなんや？オフサイド取りたくて仕方なかったとしか思えない。前半20分くらいのペナルティエリアで吹っ飛ばされたのって反則やん。スペインの人がヤバいと思って無理やり立たせてたろ。スペイン人も救われたって気持ちあるんじゃねー。